ホールエソジムナニャシンベイアデマは、東湖の政治家で大統領を。ナノホールは、ホーレとされることもある。ニャシンベイアデマ第三代大,大統領の息子で、東湖共和国史上初めて、権力世襲により、国家元首となった。1966年6月6日、沿岸州のアファグナに生まれる。フランスのパリに留学経験があり、またジョージ・ワシントン大学で、MBA を取得するなど、 テクノクラートとして国内では評判であった。そこで市の選挙区から選出された国会議員としてまた父のニャシンブエアデマ大統領の息子として正解に太いパイプを持ち2003年7月29日には設備、工業、電気通信省として入閣を果たす。2005年2月5日、父が心臓発作で死去すると 東湖軍が共和国憲法の規定に反しホールニャ・シンベの大統領就任を宣言。同憲法では大統領死去の際、国会議長が大統領職を代行し、60日以内に大統領選を行うと定められている。当初、ホールニャ・シンベ大統領はニャ・シンベエアデマが務めるはずだった2008年までの任期を全うすると見られていたが、アフリカ連合や国際社会から、 憲法違反で認められないと非難され、同年2月25日に辞任。議会のボイフォーアッパス副議長が暫定大統領に就任した。2005年4月24日の大統領選で、与党、党後人民連合の候補として出馬し当選。5月4日に再び大統領に就任した。2010年には再選。2015年には参選。2020年大統領選挙では、 得票率72.36%で4選、された。ナシンベ・ェ、ホーレ。エンサイクロペディア .com。2021年6月16日閲覧。対照的な民主化の歩みベナント等 5P787、岩田拓生池谷和信、佐藤レニア、竹内新一編、朝倉書店。 2008年4月 https コロンスラッシュスラッシュ www.mofa.go.jp スラッシュ mofa.j スラッシュエリアスラッシュトースラッシュデータ html 東武共和国日本国外務省2018年7月25日閲覧プレザデンティール英雄統合フォーレナシンベリールポアーウン 4M マンドット BBC ニュース BBC https://www.bbc.com スラッシュアフリックスラッシュ region-516086422020 年2月25日閲覧。ありがとうございます。